おはようございます速加塾の暗号通貨ニュースです今日はね大統領出馬のニュースですね大統領に出馬すると言われているのはマカフィー氏ですね何かと話題をさらけ出すマカフィー氏なんですけどもこれがですね 暗号通貨コミュニティに貢献するために出馬するんだということなんですようんこれなかなか面白いキックスですよね暗号通貨を支持する人が投票して一気に票が流れるかもしれませんこういう攻め方って結構ね上手ですよねまあ、先日フィジカル暗号通貨をリリースすると発表したジョン・マカフィー氏なんですけども暗号通貨コミュニティに貢献するために大統領、えー、選挙に出馬しました 16年に敗北しているマカフィン氏なんですけどもアメリカを本当に変えるのは大統領ではなく大統領を生み出すプロセスだと語っているんですよね彼が出馬することでなぜ暗号通貨コミュニティに貢献することができるのでしょうか玉木さんおはようございます 彼の今まで語ってきた通過戦争がポイントなのかなというところなんですけどもどうなんですかね、まあ、その他にも面白いニュースとしてはイーサリアムは最も優れたブロックチェーンプラットフォームだとゴーレムの CEO がコメントしているという点がありますこれもそうですねなかなか面白いニュースだなと思うんですけどもその他にもですね まあイーサリアムが根こそぎ盗まれちゃったっていうニュースは前回もお話ししたんですけども満居にとまがないのが暗号通貨業界でございますまあこうやってねちっちゃいニュースを取り上げていくとキリがないというかそれほど情報がどん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 れてくるようになったんですけども今日お話した ICO のね えー、二つの基準っていうニュースがありますこれは私の考え方なんですけども私はこの2つがはっきりしない限りは i c o には積極的に参加しませんよということでずっと基準を、ね、守り続けてきた結果私の暗号通貨ニュースでおすすめする i c o が1個もなかったというね私の見る目がないだけかもしれませんけども、まあ、少なくとも。 私の情報で ICO で損した人は一人もいなかったということでご容赦いただきたいかなと思います、まあ、おそらく、ね、2014年で ICO ブームってのは終わっているんだと思うんですよ、うん。さすがに2017年、2018年には ICO にはチャンスがあるんですけども見分けるのが非常に難しいと。 いうことでね、私はこの2つの基準、の ICO の、まあ、社会における役割ですよね、これをしっかりと精査して、えー、いろんな方面から、ね、その裏付けを取っていくということ、このぐらいはやっぱりお金を上げ続けるんでしなくてはならないかなというのが1つ、でもう1つというのが、うんまあ、お話し,しましたけどね、その ICO に。 競合がどのぐらいあるのかということをきちんと見分けて、その中で一番優れたものをチョイスするということですかね、まあ、そう思ってくると最近はですね、上場すれば必ず割れるみたいなことになってきて、上場割ればっかりしてですね、本当に気の毒だなと思いますよね、有名なコインであればあるほど、セールスがあの上場前に完了してますんで、やっぱり上場して買う人はいないですよね、こうなると。うんやっぱり人気であればあるほど、有名であればあるほど、そのコインっていうのは上場割れを起こす可能性が非常に高いと。 いうことなんで上場した後に買うのがまあいいのかなと思いますそこの一一点は私も一緒です上場した後の暗号通貨っていうのは FX と同じなんでいくらでも勝つ見込みは立てられるんですけども上場前のが資金を投入する価値があるのかなと思ったらねちょっと相対的に薄いかなと思いますねそれでは引き続きニュースの方をまたご覧いただければと思います今日もありがとうございました